解決策サクセスシーズン2実況16回目の今回、戦う選手は2017年ベストナインを受賞した西武の浅村と対決していきましょう。浅村がベストナインを受賞するのは2年連続2回目ということで、今やもうね、パリーグを代表するセカンド選手になってると言ってもいいんじゃないでしょうかね。まあ当然パワープロでも能力の高い選手ですから、広角打法も持ってて基礎能力もこれですからね。パワーもあってミート力もある、足もある、守備もある、最高じゃないですか。こんな選手が2018年 FA 選手になりますのでね、いや万が一そうなったら争奪戦になることは間違いないでしょうね。ぜひとも巨人に来てほしいが、どうなるか。まあ、今年の活躍にも期待したいと思いますのでね、この浅村。ほんで、この対決サクサクセスシリーズ、現在3連敗中ということで、もうちょっと負けがあまりにも続きすぎてるんで、この動画で止めれたらええね。じゃあ、サクサクセスで選手を作っていきましょう。今回作る選手の球団設定は西武で。で、持ち込みアイテムはね、1枚目、チヤホヤカードですね。西武には多く特殊能力を持った選手がいますから、まあそういう選手に会ってね、多くの特殊能力をもらいましょう。で、もう1枚何するかな？大したカードが残ってないからね。まあプロリカードでいいんじゃないですかね。失敗しないためにも。この2枚を持ち込み、作っていきましょう。レッツ対決サクサクセス、絶対勝つ。ステージ1は、やっていこう。初期能力、こんな感じ。おお、守備力がいいの40ありますね。で、ステージ1、青しかないじゃないですか。おいおい、ここは天国か。俺がどうやら迷い込んだのは天国らしいね。こらいいっすわ。おい、守備力アップ。で、選手もいます。もう一人誰だ。あ、山川。いや、絶対会いましょう、こんなんね。山川なんて今もうパープロをね、代表するような、そんなキャラクターになってますからね。能力も非常に高いですから。くれくれ。特殊能力くれたよ。何？初級丸くん。パワーヒッターとかそういうの持ってない？持ってるでしょ。そっち系くれよ。いらないことはないんだけどもね。もっとそっち系が欲しかったな。いきなり山川が出てきたか。まあでも残るね。いろんな秋山とかそういうのもいますから。今回対決する浅村とかもね。そういう選手もらいましょうよ。で、宝箱があるな。取ろうか。補給アップ。守備能力いい感じで上げれていってるぞ。で、どうしようかな。まず宝箱取りに行こうかな、ここはね。はい。で、中身は何？肩力超人ね。いや、二塁手ですからね。ショートだったら肩力も重要かもしれんが。二塁手ということを考えれば、まあ、肩力はそんないらないかな。いや、もう青パネル残ってて選手もいますが、これも体力温存で次行きましょう。うん。大したパネルないしね。守備力の選手を作っちゃってるな。まあ、最低条件それ必要ですからね。じゃないと倉本みたいに批判される選手の完成になりますから。内野手というのは守備力が重要なんだ。うわー、もうやる気どん底に落ちてんじゃねえかよ、もう。人気者。住谷人気者か？いや、知らんけど。補給超人伝。まあ、もう守備力ばっか上がる。これどうにかしてくれよ。もう体力も減少だよ、もう。勘弁して、本当に。負のモードに入ったか、早くもね。よっしゃ、青パネル追加ね。オッケーオッケー。こういう展開皆が待ってんだよ。こういう展開以外いらねえんだよ。おーし、体力も回復ね。オッケーオッケー。まだ踏めるパネルもあるから踏んでいきたいんだけどな。特に打力系のね。おいで、パネル追加。いいね。あ、おにぎりパネルも来たわ。で、選手もかも。イエスイエスイエス。田代、総力だな。いいぞいいぞいいぞ。こっちに運が回ってきたな。まだ強くなりてえな。まだ終わらしたくねえな。ね？ねねねねね。青パネル、もう青パネルしかないからね。全部踏んで、とりあえずこのステージ終わるのが OK でしょう。うわ、カレン来るか。どこだ。あ、下か。大丈夫でしょう。まあでももうこれゴール行った方が良さそうだね。うん、行きましょう。ゴール、これで終わり。まあでもこのステージでだいぶ能力上げれたよ。うん、運もあったことによってね。これやる気も良かったらもっと上がってるんだけどな。そこは残念だな。次、まずおにぎりパネル踏みに行こうかな。あ、赤パネル消滅。これはありがたい。ちょっと赤が多かったからね。で、宝箱も取りに行きたいんだけど、なんかシャッフルパネルが3つ続いてる場所にあるっていうのは不吉じゃない？さっきはいいこと起こったけど、今回どうなるかなんて誰にもわからないしね。さあ、カレンも来るし、どこだ？下か。とりあえずこっち行こう。宝箱取りに行こう。お、いいね、いいね、いいね。マイナス的な出来事はいらんぞ。ほんで、友沢もいますから、この球団には。おい、アベレージいったついたよ。やばしやばし、また宝箱、やばやばやばし、オーマイガー。強い、最強や。で、パワー超人で、いいね。パワーも D の59まで上がったよ。素晴らしいな。まだ強くなりてえぞ。はい、青パネルが消滅。オーマイガー。宝箱も取りたいけども、どうしようかな。カレンが結構絶妙な位置いるんでね。とりあえず取りに行こうか。あー、で、野球マン来たわ。ありがたい。うーん、野球マンそこに出てくるか。これ野球マンに会うことはできないね。あ、無理だな。
中身はパワー超人伝で B の72、朝村以上のパワーをもうすでに手に入れたね。やばいっす。でもまだまだ強くなるっす。最終ステージ行きましょう。プロリカード持ってますから、まあ失敗することはないでしょうね、落とさない限りは。さあ最終ステージですよ。悔いのないように。今ミート能力がちょっと低すぎるんで、そこだね。テーマはまずそれ上げないと朝村と同じ土俵に立てないと思うんで。お、選手もかも、いいね。おい、ミート7上げてくれたよ。で、彼、お、真下来る。まあでもこれ逆に俺にとってプラスだね。はい、カレンハメ成功、体力も回復。イエース、体力もだいぶ余裕できたね。いいぞ、いいぞ。で、その他の能力も上げて、上げて、上げ上げして強くなる。昇級が上がった。守備能力もそこそこについてきてるしな。でもなんかちょっとここのハテナパネルが怖いんですけど。あ、よかったよかった。不幸なことが起こるんじゃないかなとヒヤヒヤしたんだけどね、大丈夫だったわ。さあ、宝箱の中身はパワー超人でやばいっすね。二塁手でこのパワー、おい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 。どこの山田さんや。選手こっち来い。よしよし、いいぞ。うん。はい、逆境丸がついたね。あ、まあもう、でもこれでもう終了でいいんじゃないですかね。うん。はい、もう十分すぎるほどの力は手に入れましたから。パワー A の84でアベレージヒッター持ちだからね、率もついてくるし、当然本塁打も多く出ると思うんでね。これは強すぎる選手の完成だな。まあ、それ以外の能力はちょっと浅村は劣ってる部分もあるが、まあパワーでこれだけ勝ってたらね、そこは問題じゃないでしょう。見てくれ、これどう思う？欲しいだろ、欲しいだろ、欲しいだろ。浅村以上に欲しいと思ってる方もいるんじゃない？あーげない。これは俺のものだぜ。素晴らしい。いやー、期待ですね。飛び抜けた成績出せる選手だと思いますので、この動画を見てる皆のね、目玉を飛び出させるような、そんな成績期待したいと思います。これは強すぎる。じゃあ今からオートペナントで回して浅村と対決していきましょう。今回互いの選手をオートペナントで回す際は、打順は3番セカンド固定でいきたいと思いますのでね、クリーンナップで回しますから、どちらの攻撃力も発揮する、そういう対決になってもらいたいね。まずは僕の作った選手からいきたいと思います。まあ、さっきの繰り返しになりますけどね、能力がこれだけですから、もう本当に飛び抜けたものを出せる選手だと思いますので期待しましょう。僕の作った選手、1年のシーズン開幕、ジャイやべえのかもかも。僕の作った選手、1年のシーズンが終了だ。どんな成績なのか見ていきましょう。成績オープン、ダダダダダン、どうだ。おいーす、やっぱアベレージヒッターついてるからね。3割0分3厘という打率を残してきたよ。まあもっと高く出ても個人的にいいかなとは思いますが、まあでもこれでも十分ですね。3割打ってただけでね。で、143ゲームフル出場で、561打数の170安打。二塁打が30で、三塁打0で、あのパワーを生かした本塁打は何本なのか見ていこう。オープン、ダダダン、30!決して少なくはないですよ。二塁手でこれだけ打ってるってだけでもほんと絶好もんでしょうね。わーお、いいんですけども。いいんですけども。もっと高みを目指してほしかったけどもね。まあいいでしょう。ほんで打点は116打点とやっぱ非常に多いですね。このセーブ。得点圏打数がまず多いと思うんで。ほら、181打数も来てますからね。まあ、それもあってか、この打点。まあ、でも素晴らしいですよね。116は多すぎるな。二塁手でこれかも最強じゃないですか。侍ジャパン待ったなしやね。そして、得点88、三振が108、フォアボール69でデッドボールが2個、併殺はたったの2個と少なく、これもいいっすね。盗塁は0なのは痛いな。まあ足はないからね。で、出塁率が3割7分7厘、長打率5割1分7厘で OPS は8割9分4厘と、いやもう十分すぎる成績じゃないでしょうかね。浅村も、まあ、どれだけの成績を残してくるかはわからないが、まあでもこれ以上のものっていうのは出してこれないでしょ。僕の選手がすごすぎてね。やっぱアベレージヒターもそうですが、単純なパワー能力も高いですからね。まあ本塁打ともに打率も3割というね。もう本当に今目玉病になってる人多いんじゃないの。早く目玉入れてね。傷つくよ、眼球ね。俺もなってますから早く入れないとね。で、守備ではエラー16で9割7分4ですから、まあでも率見る限り特別ひどいというわけもなく、いいというわけでもなく、まあ守備能力はこれですからね。ゴールデングラブはないですけども、まあゴールデングラブなんていらないよ。これだけ打ってたらね、そんなものは価値ないでしょ。今誰が最強の二塁手なのか、まあ菊池、山田とかいますけど、そいつらの名前が上がることはないんじゃない？俺の選手がいたのであればね。さあ、タイトルはどうなんだ？見せておくれ、その実力をね。まずベスト9。もう余裕ですね。これで取れなきゃおかしい。セーブ勢独占って感じか。やばいね。全部で5人。
選ばれてますね、うん、で、ゴールデングラブはまあやっぱこの辺はさすがにね取れませんが、まあいいでしょう。でその他タイトル、おいシーズン MVP なんて俺の選手がゲットだぜ。まあこれセーブ優勝してることもそうですが、その中で俺の選手は打点王を取ってますからね。はい、ベストナインシーズン MVP に打点王というね、いやもう最高でしょこんな選手がいたらね。まあ個人的にね、同じチームメイトの山川もすごい成績残してましたので、さっきチラッと見た感じあっちが取るのかなと思ってたんですけどね、僕の選手が。まあでもそれはやっぱね、あの守備位置の差だよね、うん、山川もすごいです、これだけの成績残してますけども、僕の選手は二塁手というポジションでながらこれですからね、それは取れても不思議ではないわ。いやタイトルも多く取れましたしね、最強すぎる成績も残したので、いや非常に気持ちがいいですよ。あとは勝つのを待つだけ、それだけ。じゃあ次は浅村をオートペナントで回していきましょう。まあ能力をもう一度見てくると、どうでしょうかね、この能力で僕の選手を超えるような成績出せると思いますか？思わないでしょ。まあ浅村もいい選手ですけど、今回は俺の選手が次元が違いすぎた、まあそういう対決になってくるんじゃないかなと思いますのでね、浅村がどういう成績を残すのか今から見ていきましょう。浅村1年のシーズン開幕、じゃーい。浅村の1年のシーズンが終了したわけだ。成績オープン、ダダダダダンドダーン。わーお、率では3割1分。待てよ、率だけならば負けているね。マジで、あれこの勝負分からなくない？いやまあ大丈夫、長打の部分ではこっちが勝ってるはずなんでね。まあでも打率ではわずかな差ではあります。7厘差で負けたということになりましたね。で143ゲームフル出場で577打数の179安打、と安打も多いっすね。で2塁打が39ですからね。いやちょっと待てよ、ほんで3塁打も3本でしょ。これでホームラン何本なの、見ていこう。ダダダン、36。多すぎでしょお前、嘘でしょ。なんで浅村こんな売ってんねん、神かな、いや神ですね、文句なしの神ここにおったわ、マジでかい。いやもうここなんて当然勝つと思ってた部分ですからね、ええ、なんで6本差で俺負けてんの、おかしくないね。これ浅村さんですかね、ほんと山川さんじゃないよね。山川さんと同じ数打ってますからね、山川も36ですから。でだってもう121と、多いも多い、頭痛くなるわお前。楽に勝てる勝負かなと思ったら、今んとこ全ての指標で負けてんじゃねえかよ。かー、ほんで得点圏打率は2割7分8厘、そして得点も108得点と多くの得点に絡み、三振106、フォアボール64、デッドボールが2個で盗塁は0。あ、併殺も3つと少ないね、今回互いの選手がかなり少ないわ、うん、で出塁率は3割7分8厘、長打率は5割7分5厘で OPS は9割5分3厘。あのなんで、あの楽に勝てると思ってた俺どこ行った、楽に負けてねえか、逆の立場になってねえか。嘘だろ、浅村が異次元すぎる成績を残してきた、これはチートでしょ本当ね。こんな二塁手がいたら侍ジャパンに選ばれるはずだよね。菊池とか山田とかもあいつらどうでもええわ、菊池の守備どうでもいい、山田の打力どうでもいい、これがおるんやからね。ああ、ホームラン36本にも驚き、打点も121打点と、まあもうこれは歴史を振り返ってみても、上から数えた方が早い成績ですよね、二塁手の中でもね。もう1、2を争うんじゃないかな。で、守備ではどうなの、まあ、守備ではね、指標で見る限りこっちの方が守備率はいいですね。浅村も、まあ、特別良くなくっていった感じなので。いやまあでも打力で負けとるからね、思いっきり。そして浅村が取ったタイトルはベスト9取ってきましたね。ゴールデングラブは楽天の藤田で取れずで、そしてその他タイトルはシーズン MVP はソフトバンクの東浜ということになり、浅村打点を取ってますね。で首位打者大谷で、本塁打王はロメロか。で最多安打も取ってますね、浅村はね。ですからベスト9、打点王、最多安打の3つのタイトルを受賞といった感じで、首位打者の大谷は3割1分5厘の打率を残してるね。で本塁打では、うー、上には上がいるとはこのことだね、46本、やべえな、パリーグ打高じゃねえね。30本超えが4人いて、そのうちの日本人っていうのはね、ほんでどっちもセーブっていうのはなかなかいいですけども、ロメロが圧倒的神助っ人外国人やないか、46はエグすぎるでしょうね。で浅村 OPS で並べるとパリーグ3番目ですからね、その上に大谷翔平、うわーね、投手でこれかえ、
あ、やばいね。もう海渡って当然ですわ。誰も止める権利はないって感じだね。もうこれ浅村ね、ほんとシーズン MVP 級の活躍してるんですけども、まあこれチームが優勝してないからね。さっき僕の時回した時はチーム優勝してますから、浅村の場合ソフトバンクが優勝したので東浜が取ったという感じになりましたから、まあもうその成績がもね、間違いなくシーズン MVP 級なので、もうすごすぎますね。この対決楽に勝てると思ってた俺はいませんでした。逆になんか楽に負けた感じがするね。はい、互いにオートペナント回し終えましたので、成績見比べて上か下か勝敗を決めていきましょう。こちらになりますね。僕の選手と浅村互いに143ゲームフル出場で、打率は3割0分3厘と3割1分、まあわずかな差ではありますが負けてますね。安打数でも負けてます。で、ホームランでは30本と36本、いやここで負けるとは思いませんでした。6本差ですね。まあ2塁打3塁打を含めるとね、塁打数も多くの差が出て負けてますからね。打点に関しても負けてますからね。だから打撃3部門全ての敗北ですよね。互いの選手がね、併殺がものすごく少なく、僕の選手は2本で浅村が3つですからね。これは意外ですね。やっぱ3番バッターってランナーいるシチュエーションが多いので、自然とね併殺打も増えるとは思うんですけど、まあ、ここの部分では互いにね併殺打その少なさというものは見せたんですけども、まあその以外の指標で見ていくと、出塁率では3割7分7厘と3割7分8厘、まあ、フォアボールがこっちの方が多いのでね、その差1厘しかありませんが、長打率では5割1分7厘と5割7分5厘、 OPS では8割9分4厘と9割5分3厘と、まあ大きな差、その差約5分ですかの差が生まれましたね。まあ守備では率ではこっちは勝ってますが、実際に守った感じではまあどうなんだろうね。まあ指標ではこっちが勝ってますからね。タイトルでは僕の選手打点王ベスト9でシーズン MVP、 浅村打点王最多安打ベスト9といった感じになりましたね。まあ MVP を獲得したのはいいんですが、先ほども言った通りこれはチームの状況によって変わってきますから、もう成績だけ見たらね、浅村の方が MVP にふさわしいといった感じですから、まあこの MVP を取ったどうのこうのはこの対決にはあまり関係のないことになるんじゃないでしょうかね。まあこうやって指標を見比べたらね、まあ簡単に勝負がついちゃうというのは悲しい話ですね。はい、実況16回目、浅村と対決してみました。結果は、浅村の勝ち、僕の負けということでよろしいでしょう。これはね、どちらもすごい二流士同士の対決になったんですけどね。いや、もう浅村が一段階二段階上のステージにいましたね。まさかこんな数字出してくるとは予想外ですって感じ。もうね、僕の選手の成績見た時はもう確実にこの勝負もらったなと思ったんですけどね。なんで浅村がここまで異次元すぎる成績を残したのか、未だなお分かりません。まあもうこの勝負の範囲っていうのは分かりやすいですよね。ほとんどの指標で負けてる上に、やっぱね、勝負の部分で分かれたのは長打率の差、まあそれもありですね。 OPS も5分近い差が生まれてしまいましたから、まさかパワーの部分で負けるとは思いませんでしたね。率の部分ではね、出塁率打率ともにそんな差がないわけですから、まあ、勝負にはねあまり、その差が出てないんですけども、長打率の差ではこれだけの差が生まれてしまっているので、まあこの対決はシンプルに浅村の勝ち、僕の負けということでよろしいんじゃないでしょうかね。はい、じゃあ今回の動画はこれにて終わりにしたいと思います。あまりにもねすごすぎる浅村の成績、未だなお驚いてますけどもね。次回の動画ではまた別の選手と対決して勝てるよう、そして浅村に今後またリベンジして勝てるよう頑張っていきたいと思いますのでね、次回の動画も楽しんで見てくださると嬉しいです。ここまで見てくださったみんなありがとうね。グググググバイ、また会おう。